Z 会は株式会社増進会ホールディングスを持ち株会社とする Z 会グループが提供する教育事業の名称並びに同社の完全子会社で事業会社である株式会社 Z 会を指すかつては株式会社増進会出版社が増進会の名称で通信教育事業等を行っていた株式会社増進会出版社が通信教育事業を行い 関連会社の株式会社 Z 会対面教育が教室での教育事業を株式会社 Z 会出版が出版事業を行っていた。2006年2月1日に事業を再編して持ち株会社体制へ移行。子会社であった株式会社 Z 会出版に増進会出版社の事業を移管し、同時に株式会社 Z 会対面教育と合併させて事業会社とし、 株式会社 Z 会に称号変更した。これにより、株式会社増進会出版社は持ち株会社となった。2018年4月1日に、株式会社増進会出版社は株式会社増進会ホールディングスに社名変更した。本社は静岡県三島市文京町 1-9-11. 現在は教育関連事業の各社との資本提携。 業務提携を積極的に行っている通信教育の対象は、幼児、小学生、中学生、高校生、大学生、社会人向けと幅広い、東大、京大などの難関大学の合格者が多く、2007年度入試では、東大合格者は50.1%、京大合格者は42.3%が、Z 会利用者である。ただし、現役生だけではなく、 浪人生も含まれる。大学受験科は月2回の添削問題を提出し、添削済み答案の間違った部分の指導内容と回答、解説編に目を通して理解していくのが基本的な学習スタイルとなる。通信添削などの問題のかつてのレベルは非常に高く考えさせることに重点を置いているために、ある程度の学力や意思がない限り続けることが困難であった。 2019年現在はできる限りレベルやコースを割って対応している。2019年度より学校法人するが大学園と業務提携し、第一回東大入試実践模試、第一回京大入試実践模試を共催している。また、学習参考書や資格試験の教材を出版しているほか、1990年代に入ると添削事項者数の減少と時代のニーズに対応し、 学習塾、予備校の分野に進出。学習塾として、首都圏と関西圏に、Z 界進学教室、学研と共同で、全国各地に、フランチャイズ方式の学習塾学研教室のメニューとして、組入れのほか、大学受験予備校として、東京、横浜に、Z 界東大進学教室、京都、大阪、神戸などに、Z 界京大進学教室、渋谷、 本号3丁目に、東大、偉大志望者向けの完全個別指導塾、Z 会東大個別指導教室プレアデスを開校している。なお、最初に対面教育の拠点を置いたのは1985年だが、同時期より、Z 会を無断で称する団体による勧誘が相次いだことから、1980年代後半には、当面、渋谷以外で教室を開く予定はありませんなどと、 注意を呼びかけていた。1980年代には、アチーブメントテストを受け負っていたことでも知られる。Z 会増進会は株式会社増進会出版社の登録商標である。1982年に、初めて商標登録された。まだ大学進学者が少なかった。昭和期は、片手に、熟語本位、斎藤秀和中辞典 もう片手に、Z 回というのが、定番の英語の勉強法であり、これで語学の世界に飛び込んだものが多くいた。1990年代の平成期からは、全国の公立新学校あるいは、私学中高一貫校の児童を持つ家庭に、片っ端から DM を送付し、1科目からでも受講できると謳ったため入会者数が、増え始めた。1科目だけなら4000円を切ったため、 富裕層でなくても受講できた。1993年からはセンター試験コースが開設されたため、さらに受講者数が増えた。2000年代に入ると、大々的にテレビ CM を展開するようになった。CM には野球選手、一郎やサッカー選手、小野真嗣も起用した。2000年代後半には4パターンの対象部門別 CM を15秒の差しで制作するようになり、 現在提供しているテレビ番組では幼児向け、小学生向け、中学生向け、高校生向けの日パターンによる週替わりで放送している漫画ドラゴン桜の原作者見た希望を Z 会主催の講演会に招くなどのコラボレーションも実施、受験生にアピールするために様々な方法を展開している。2014年にはアニメーション監督、 新海誠らによる CM 作品クロスロードを制作した郵便を利用した通信教育システムである。同じような通信教育システムとして真剣ゼミなどが大手として存在する。自宅宛に教材が郵送されてくるので、その問題を解き付属している返信用封筒に入れて返送する。オーブン社ゼミと学研ゼミが撤退したため生き残ったのはこの2社だけである。 変装された回答用紙を同社の添削担当者が採点。間違いに対するアドバイスを赤色のペンで記入して受講生に変装する。通信教育のみでなく、一般書店販売用にも数多くの参考書、問題集等を出版している。以下は代表的な書物。なお、学習参考書に限って独自の流通網のために取り扱い書店が限定され、 取扱い書店以外では取り寄せが不可。1990年代に比べると観光数は減った。CM 出演タレント CM 内容、気合ペンの監督は、森内隆博。他にも2012年3月に、気合、成績ペンがある。2014年春には、新海誠監督の CM、クロスロードが放映された。ありがとうございます。